慶長大番、万円大番大番とは、抗議には16世紀以降の日本において生産された、のべ金のうち、大型で、大型のものを言う。小番が単に、金と呼ばれるのに対し、大番は特に、黄金と呼ばれ、大番金とも言う。金貨として規格化されたものは、天正16年、豊臣秀吉の命で、後藤四郎兵衛家が製造したのが、始まりとされる。 以後時の権力者の命により、文久2年まで、後藤家が製造し続けた。両目は、万円年間以降に製造されたものを除き、軽目重量と一貫していた、係数貨幣であったが、その後は、品位が時代により変化したため、表量貨幣の性質を帯びた。陛下は、金一枚であり、小判の通過単位、量とは異なり、小判との交換比率は純金量を参考に、 大盤相場が決められた。古来砂金は大口取引に用いられてきたが、戦国時代に入り金山の開発が活発になると、金谷といった両外証券金在庫紙が登場するようになり、錬金あるいは蓄流金といった金塊を土で叩き伸ばし、内部まで金でできていることを証明する半金が登場した。この半とは品および両名を保証する牧師よび国印を意味する。 この半金の両目は金一枚を標準とするもので、高額の代金の支払い、借金の返済の場合は、金谷において半金を購入し支払いに充てるのが当時のしきたりであった。戦国時代頃の金一枚はおよそ米四十から五十国に相当したという。また戦において功績を上げた者に対する褒美としても用いられ、江戸時代にもこの伝統が受け継がれ、温床。 造答用には、金一枚を単位とする大板が用いられることになった。中でも、京都の金細工師である、後藤四郎兵衛家に対する信頼は厚く、安土桃山時代には主に、豊臣家の江戸時代には必要あるごとに、大板座を解説し、徳川家の大板の鋳造を受け負った。1874年、小板や、文、主単位の金銀貨と共に、大板についても、 天正大板金を除き、それぞれの含有金銀量に基づいて、進化兵との交換レートが定められた。慶長以降の大板の様式は、表面の上下左右に丸枠に十三切りと呼ばれる、極印が四つあり、重量、五等の文字と五等家投手の顔が墨書きされている。裏には、上から、年記名極印、五十三、裸切り門極印。 丸亀公枠に53切り門国印、丸枠に五島花王国印、左端に三つの座陣国印がある。表書きの重量は、陛下ではなく、両目の単位としての記述であるが、重量は、金一枚を表す大板の代名詞としての意味を持ち、重量に、満たない、万円大板金にも、重量と書かれている。ありがとうございます。